はい、えー、どうもガクタイレと申しますすあなたの番です考察久々に2週ぶりぐらいに、えー、やります1週ぶりじゃなくて2週ぶりぐらいですねいやめちゃめちゃ面白くなってきましたね最高ですね今回神谷さんが殺されてあのー、翔太さんの説がなくなったのがマジで最高ですね僕の中では いやどう落とすんだろう合戦ですねもうこうなってくるとうんじゃあもうナナちゃんかってことになるんですよねうんいやだから僕は必ずその手塚翔太さんに最後えー、話題というかその犯人像のところに収束すると思ってたんですけども早々に今回神谷さんが 翔太、あのー、さんのとの打ち合わせの直後で殺されたんでもうさすがにないでしょうこれであったらちょっともうやめてよ感は僕の中でありますねうんだからそうなってくるとまあやっぱりバ,、まあ、バルはまだない <laughs> イ,クバルイクバル出てこんなー イクバルはもうハッカーのオンリーもうワンポイントワンポイントハッカーだからなイクバルはなだからえだから今日ちょっとよぎったらもうねこんなこと言い始めたらもうお前何でもありじゃないかっていうことになってくるんですけど結局その刑事さんバカ面の刑事さんが怪しくなってくるみたいなことになってくるんですよね結局ね。 こうなってくるといやでもそんなのはちょっとダメ俺はやっぱり嫌だということなんで当初からの予想を覆さないのであればやっぱり俺奈々ちゃんうんやっぱりそこをまだあの変えちゃダメだし翔太君がないことはもう謝るうんで翔太君が出てきたら翔太君あったかっていうことになってもあ翔太君があることでうまく騙されたので謝るし、えー、でもやっぱり俺奈々ちゃんにする、うん、ずっと続投続投宣言 なちゃん続投宣言、うん、で最近の「あなたの番です」はなんかねちょっとやっぱりもうまあもちろん解決編というかまあ反撃編なんでなぞってるところはありましたね翔ちゃんがこういうことをしましたとかのはまあああいうことだったんだなっていうのをなぞるのは別に、えー、ある程度の予測の範囲内なことばかりだったんであれなんですけど。 神谷さんが殺されたのは釘で殺されたのはやばかったね今回ね相当すごかったと思うよあれは俺の中でもう久々にちょっとこれはまたてこ入れして,きてなしてきたなというふうに思いましたけどやっぱり俺は奈々ちゃん奈々ちゃんがもう一回なんか生き返ってやるというふうに俺はするなんかこうじわ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 奈々ちゃんが生きてる説みたいなのが出てきてそれで終わるような方向に持っていって。 えー、くれるるような気がするで元を正すと俺なんかはもうキウンクへ引っ越すっていう <laughs> キウンクへ蔵前へ引っ越すっていう説を俺の中では持ってたんでもうあのだから俺の中ではもうなんかもう,ういやさすがにそれだけの殺し幅で後半全部持たんだろうって思ってたのが案外この種明かしだけで結構ガツガツ持ってるんでいやもうじゃあもう。 ななちゃん全然あるよといいう,うに思いますねで。あとやっぱ最近放送見てて思うのはあのー、やっぱ手塚翔太君も、あのー、どうやんもなんかもう一人じゃセットできないもう完璧な髪型だなって思いながら見るのとあとは鍋出てきた時に、えー、やっぱり。 いいたいよチャンスかなって思って「会いたい」よ流れた時に「ああ会いたいよフィーバー来たな」っていうのを見ながらちょっとグーッとくるみたいなぐらいですねうんあとはもういくバルがどこで出てくるかイクバルがパソコンでどういうふうに、えー、ハッカーとしての名乗りを上げるか、えー、っていうことですねうんまあいくばるいくばる軸いくばる縦軸で、まあ、どうやっていくかっていうことですよね いや俺はもうナナちゃんにしたいもういろんな説あると思うだってそんなもう言い始めたらさ登場人物全部言えばいいことになってくるじゃんそんな刑事のおじさん怪しいとか言い,言い始めたらさその後出しじゃんけんの後のレース制作作のうんなんかもうどん兵衛のそばみたいなこと言い出してたらさそれずるじゃん俺はもうやっぱりねナナちゃんもう一貫してナナちゃんにするでナナちゃんが出てこずに もうだって俺の,そのこの説の一番いいところっていうのはもうこれ以上消えないからねうん奈々ちゃんが出てこなかったら奈々ちゃんが出てこなかったなーでで最後まで俺は楽しめるからうんで奈々ちゃんが出てきたら出てきたーで俺の説よっしゃーでいけるしでも黒沢ちゃんとかもうなくなってきてるでしょお双子説とか言ってたやつちょっとあの ちゃんとあれれ出てきてき謝れよって思うもフ俺あ <laughs> とだからそのウエハースちゃんなんかも多分ないと思ったり俺してるからねうんってなってくると一回その死んだ人たちがそのもう一回復活する説みたいなのを言うかもしれないけど俺はもう絶対ななちゃん、うん、にする双子説なんかもう今どこ吹く風邪じゃん本当に双子説 マジ何なんだよって俺,俺最初から双子説は信じてなかったけどねあの双子説というか姉妹であの片方がななんか死んで,んでっていうので思途中で入れ替わったっていうのを言ってただけだけどまあ結構似てるなと思いながら今喋りながらしるの と、まあ、ということで今回は本当にすごい良かった回で、まあ、考察というよりも感想ですよねああすごい良かったんで僕の考察としては本当にあの、まあ、皆さんも本当に考察してる人たちが皆さん手応えとして感じてることが、まあ、本当にのれんに腕押しいではないですけどももう何枚ものれんが新しいのがすごい出てくるなっていうのを感じてると思うんでやっぱり俺はナナちゃんで行くぞっていう決意表明ですよねはい。 ということで、えー、ピンクにワクワクタイルのあなたの番考察でした。あらだした。